歴代の大統領でアメリカの歴史を振り返っていくのだ。今回はジョージ・ワシントンの前半生ね。ワシントンは1732年2月22日にバージニア植民地のウェストモーランド郡に生誕したのだ。親父さんのオーガスティン・ワシントンは裕福な農業経営者ではあったけれど、ワシントンはほとんどちゃんとした教育を受けることなく大学にも行かなかったのだ。一応フォローしておくと、当時は教育制度が全く整っていなかったのよね。1749年、17歳の時に土地測量技師になって、52年にはバージニア民兵軍の副官に任命されちゃったのだ。若くして人望があったと言われているわ。独立革命戦争の最中にワシントンは1759年に資産家の未亡人のマーサ・カスキスと結婚にこぎつけたのだ。その時彼は26歳だったのだけど、この結婚によって広大な農園と200人余りの奴隷を手に入れることになったわ。農園は1万7000エーカーもあったと言われていて、役玉の結婚で若いくせに大資産家になったのだ。議会で満場一致で大統領に選ばれたワシントンが就任したのは1789年4月30日のことだわ。就任宣誓式はニューヨーク市のフェデラルホールってとこで行われて、1万人近い観衆が押しかけたのだ。当時のニューヨークの人口は3万人ほどだったから、どんだけ多くの人たちがワシントン様を称えるために集まったかがわかるわね。就任宣誓式が終わってから熱狂する群衆を見て、ワシントンは友人にこんな手紙を出しているのだ。私に対する国民の期待が大きすぎてとても怖いのです。今回は以上でおしまいなのだ。また見に来てほしいので、チャンネル登録をお願いしたいのだ。じゃあバイバイなのだ。